夜分遅くに失礼します。あれ、誰もいない。お仕事初日から最悪ですよ。なんで猫さんに追いかけられなくちゃいけないんですか。それで、ここの家の人間さんは…あ、いたいた。リサーチは完璧です。女性経験がなくて一人暮らし、それでいて若くてバッチリです。それでは失礼して。次はズボンとパンツを剥ぎ取って、でもこんなことしてもいいんでしょうか。朝起きたら下半身丸出しなんて嫌だと思いますし。え？人は暴力的な生き物だから、私は今からあんなことやこんなことをされて、はあ、私のあれが、エッチいのはいけないと思います。すみません、黙ります。猿グツはした方がいいですか。あ、私ロベリアって言います。サキュバスです。人間さんのテクノフォースをいただきに参りました。未熟なサキュバスでして、これから初仕事なんです。でも男の人のことが苦手で、なかなかスムーズに進まなくて。あ、テクノフォースって言われても分かりませんよね。そうですね、人間さんで言う、煩悩じゃなくて、精力でもなくて、すみません、言葉が見つかりませんでした。とりあえずエッチな心だと思ってください。私に言わせるんですか。やっぱり人間さんは鬼畜調教プレイが好きなんですね。エッチな質問には答えません。あれでも頑張ったんですよ。もしかして後ろ向きでまたがった方が興奮しましたか。
私、男の人を前にすると動けなくなっちゃって、さっきも人間さんのテクノフォースを絞り取るのに失敗しちゃいましたし、手早くスムーズにテクノフォースを絞り取るにはどうしたらいいんでしょうか。何かアドバイスをください。何度も挑戦、そうですよね。スタイルを変える、なるほど、それは盲点でした。人間さんは全員胸とお尻が大きければいいと思っていました。ということは幼児体型が好みなんですね。幼女じゃなくてすみません。とっても参考になりました。ありがとうございます。私、人間さんになれるまで何度も挑戦してみます。夜分遅くに失礼します。あ、ちゃんと寝てくれていますね。それでは改めて失礼して、ささっとズボンとパンツを剥ぎ取って、人間さんは何度も挑戦しろって言っていましたが、本当にいいんでしょうか。やっぱり寝ている間に下半身を丸出しにされるなんて嫌だと思いますし。慣れるまでは何度でも挑戦していいって言ってくれたじゃないですか。夢なんかではありませんよ。正真正銘、人間さんが生きる現実での出来事です。はい、さっきお話しした通り、人間さんのテクノフォースを絞り取るまでは何度も挑戦したいんです。なので、居候させてください。そんな、話と違いますよ。人間の男は、いい感じの女がいたら部屋に引きずり込むって習ったのに。これじゃあまた室外機の前で生暖かい風を浴びながら寝ることになりますよ。それで酔っ払った暴漢が現れて押さえつけられて、星の数を数える間に終わるよとか言われて、なんでそんなにエッチなんですか。まだ夜は寒くて、猫にも襲われますし、居候させてください。本当ですか？よかった。何でしょうか？3サイズぐらいなら教えますよ。
けにもいかないんです。私たちサキュバスが初仕事をするときは、最初に狙いを定めた男からテクノフォースを絞り取らなくちゃいけないんです。そうなりますね。それに初仕事が終わるまでは魔界へ帰ることも許されていないんです。でも人間さんの家に居候させてもらえて安心しました。これで気兼ねなく襲うことができます。そんなことはありませんよ。ほら、私がまたがってもしばらく起きなかったじゃないですか。だから人間さんが起きるまでに